さんおはようございます。今日はですね、奈良に来ておりまして、今からね奈良公園に行って、鹿と桜を取りに行きたいなと思ってます。っていうのも、今6時半なんですけど、早朝の奈良の鹿ってすごい幻想的だと聞いて、今日はそれを撮りに行きたいと思います。早速いましたよ、鹿。こんにちは。おはよう。バタバタさしてる。朝ですね、こちら近鉄奈良駅に降りて、今テクテクと朝ごはんを食べながらこちらの方に来て、で次はこう行って東大寺の方を見に行きたいなと思います。中には入らないんですけどね、建物などを紹介していけたらなと思います。やっぱりこの辺は、まあ、奈良の町並みといいますか、昔ながらの建物だったりとか、その綺麗な建物を生かしたこういうカフェだったりとかっていうのが結構奈良にはあります。朝日がねすごく綺麗ですね。見えるかな、うっすらと山も遠目に見えます。
皆さんにね見せたかった風景があったんですけども、その住職、さっきのお坊さんに聞いたら、この辺にあると聞いたので来たんですけども、わからないという感じなのでどうしようかな。ちょっと教えてもらえないですか。ここなんですけど、ちょっと教えてもらえないですか。いいですか。これなんですけど、わかりますか。わからない。わからないみたいです。街並み風情自体はね、多分この辺なんですけどね、ちょっともう少し探してみます。あったかもしれない。ありました。ここですね。ここです、ここです。こんな感じです。あれ、昔の記憶とは、昔の記憶とは全然やっぱり逆方向でしたね。東大寺の
入り口側かと思ったんですけど、逆側でした。もうね、何年前、4年前とかの記憶なんで、ちょっと全然違いましたね。今回はですね、僕が皆さんにお見せしたかった、絶景スポットというか、場所を見せることができたので良かったなと思います。桜だったりとか、奈良の鹿を一緒にこう撮ってみたんですけど、まあ、今回見れなかったっていう人のために撮ったので、まあ、よかったら皆さんこのチャンネルを見て、楽しんでいただけたらなと思います。よかったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。